神山茂げは日本の俳優。本名は同じ。広島県呉市出身。海軍経理学校卒業。文学座、劇団具も演劇集団演を経て、オフィス佐々木に所属していた。元妻は女優の文也とも子。晩年は京都府に在住していた。海軍経理学校時代の神山急性麻布。中学校卒業後、1945年4月10日。 海軍経理学校第38期に入学、戦後参納ホテル勤務、新中軍の通訳などを経て、1952年に文学座に演出部研究生として、入りザ。後に俳優に転じる。1956年、文也と結婚。1963年、芥川博小池朝尾、高木人氏、中谷昇、岸田京子らと共に同座を脱退し、 劇作家、福田純愛を代表とする現代演劇協会、劇団モを結成する。夏の世の夢、リアウォー、コリオレイナス、テムペストなどのシェイクスピア劇や、遠藤周作の黄金の国、罪と罰、スカパンの悪だみなどの舞台で活躍するが、1975年、芥川と福田との対立が決定的になると、芥川と行動を共にし、雲を脱退して、 演劇集団演の結成に参加した。演では、ペリクリーズ、カラサーギなどに出演し、ママに捧げる、鎮魂家、山の巨人たち、本当のハウンド警部では、演出を務めた。1987年、分野と種別。以後はしばらく仕事からも離れていたが、1990年に仕事で訪れていた京都で、一般人女性と知り合い、これを契機に京都へ移住。 1992年にこの女性と再婚し、生居まで連れ添った。1991年に演劇集団演を退団。舞台の傍ら、冷徹な悪役や知的な役柄で多数出演。市川昆、岡本喜八、森谷志郎、山本札夫など、非日常性の強い娯楽作品を得意とする監督らに好んで起用されていた。テレビドラマでは、 ザ・ガードマンでの役柄が当たり役となったほか、サントリーの CM でも馴染みの顔となった。新中軍の通訳をしていたことで培われた、高倉健宇津井健碇谷長介中大達也小玉清木村拓也との共演が数多かった。コア表のイメージを逆手に取ったユーモラスな役も多く、2012年にはアウトレージビヨンドに重要な役どころで出演した。 イカリア・チョスケとは、独ガン、リ宗ウマ・サムネでの共演以来、プライベートでも親交が深かったという。2016年1月に肺炎と診断され、療養していたが、妻に見取られながら2017年1月3日に、京都の自宅で亡くなった。87歳坊津。また、葬式無用、開名不要という神山の強い意志により、無開名となり、葬儀。 告別式も行われなかった。生前から自分で用意した骨壺に入った。ありがとうございます。